今日はですね、自己肯定感というね、ことについてお話をしてまいります。まあね、自己肯定感が高いと思ってる人、低いと思ってる人、まあ様々だと思いますが、自己肯定感というのはこの本の中にも書いてますけども、非常にですね、ちょっと抽象的な言葉なんですね。素直っていうのもそうなんですけど、こう具体的に物差しがないんですよ。自分はどこの位置で今いてるかということが結構わからないもんですからね、そこら辺がですね、非常に、厄介なものでございますけども、そこをですね、今日はちょっと話したいなと思います。おはようございます。はい、本の質問ですということで、126ページ、はい、126ページから128ページの、人生が変わった女性たちの共通点とはというところですね。ここの内容の解説をお願いしますと。また、周りから否定されたりすると自己肯定感を強く持ち続けることが難しいと感じる時があります。それでもポジティブであり続けるコツとかあれば教えてくださいということでございます。はい、ね、まずポジティブという言葉と自己肯定感という言葉出てまいりましたね。それから、素直に、人生が変わった女性たちの共通点を何度も言うようですが、やっぱり素直ということを、この本にも書いてます。これはですね、最終的にここに僕第4章にこれを書いたのを、ちょっと今思い浮かべてみたらですね、やっぱり共通点っていうのはね、ずっと、あるということなんですよ。でそれが、素直ということなんですけど、要はこれ、ここがすごく難しいところなんですけど、誤解を恐れずに言いますとですね、自己肯定感が高いからいいというもんでもないんですよね。自己肯定感が低いから悪いというもんでもないという、これちょっとまず大前提として持っておいてください。素直ということは、もともとですね、自己肯定感が高すぎる人というのは素直になれない傾向もあるということですね。で逆に自己肯定感が低いということは、もっと私はもっと成長せなあかんという一つのですね、うまく言えば成長をするというチャンスがあるわけです。ただここに心のね、メンタルな部分があるので、この中に書いてるのは、素直であるということがすごく大事なポイントっていうのはどういうことかというと、自己肯定感がある人でも自信満々になってる人すぎるとですね、素直になれない、自信がありすぎる人っていうのは、高すぎる人っていうのは、成長を自分でブレイクする、止めるという可能性もあるんですね。でそれがですね、127ページで、僕がすごくこの僕よりかもっともっと人生の大先輩でいらっしゃる方とか、大成功をしている人でも、なんかそういう方とこう話をしているとね、要は非常に自分に自信を持ってるんだけども素直であるという、わかりますかね、このバランスなんですよ。だから自己肯定感を高めるということと、自己肯定感が低いっていうふうに自分が意識してる、それを高めるということは、これをですね、例えば今メッセージでこういうふうな質問いただいたということは、自分のこと知ってるということなんですよ。だからOK なんですね。まずここをね、塩さんね、まずここを本当に褒めてあげてください。要はその全く知らない人、こういうことを意識してない人っていうのが結構多いんですね。意識をすると素直になれるっていうことでもあるんですね。ここがですね、この本の127ページのことを書いてるのをもうちょっと前もって書いてるのがあるんですね。これが34、35ページなんですね。例えばですけどね、毎朝メイクをするときに、メイクをしていくときに鏡見るじゃないですか。その鏡見たときに、年齢を重ねるたびにね、鏡に映る自分の変化に嫌気がさしていく時期ってあるんです、誰でも。それとかシワが出たできたなとか、たるみくすみが増えて、なんかメイクのノリも調子悪いし、顔もなんかこうたるんできたなとか、自分の顔がちょっと嫌になるような時って、それは誰でもあるわけですね。これは僕らでもあるんですね。でいつしかこのメイクにテンションが上がらなくなってしまうような感覚ってあると思います。でそうなんですね。そこでメイクにテンションが上がらない自分の顔を鏡で見た時に、これ実はネガティブな仮面をかぶっているということにハッと気づくときってあるわけなんですね。ところがこのハッと気づいてるうちはまだいいんですよ、ね、要はちょっとこれ自分にネガティブになってるなと、ね、今回のメッセージでもこういう問い合わせがあったということはそういうことなんですね。そう気づいてるわけですね。で冒頭でも言いましたが、皮膚と脳は表裏一体なので、頭の中で考えてることがネガティブになると皮膚はネガティブになるわけです。つまりもっとトラブっていくわけですよね。だからネガティブな感情は全て顔に出ていくので、メイクにも出るということです。
だからそれに気づいているうちはまだいいのですが、そんな風にメイクに対してネガティブな感情が生まれているというのを気づいているのにも、なんとかそれはもういいわとごまかしてですね、生活していると自己肯定感っていうのが、この自分で意識してないものがどん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 より下がっていくというね。で、自己肯定感が弱まり、自分と向き合うことがますます減って、負のスパイラルへ突入し、諦めの境地に入ってしまうという、これちょっとすごく言葉的にはすごくね、怖い言葉なんですけども、こういう方結構多いんですよね。僕がずっとメイクをこう教えたり、いろんな講演会行った時にも、まあそんな言うたらもうこの年やから先生みたいなね、人が言ってこういう風にしてやったらいいよって言ってる時に、もう所詮ね、もうその年やからねって、これ冗談っぽく言ってるかわからないけどね、もうこんな風にして言い訳の言葉がどん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 口から溢れる。でもがね、このでもが一番ね出てる人っていうのはね、本当にね、人が何か言ったと直後にねでもって出るんですよ。これね、逆にこっち側からするとね、素直でないと思ってしまうんですよね。だからこういうところに気をつけて、所詮もう年だから言い訳の言葉が口から溢れ出してきそうになった時に、自分で意識をしてそれをシャットアウトする、そういう言葉を出さないようにする、これも一つのですね、自己肯定感を上げていくという選択肢になるんですね。細かいことなんですけど、こういうことを意識するというのは大事です。で、ここがまたね、34と35をもう一度ね読んどいていただいて、それだからこそ自己肯定感を上げるためにメイクアップというのを取り入れているわけです。これ潜在意識にアプローチするメイク術っていうのは、実はそういうことで、自分を見つめ直すとか、自分の、今の立ち位置っていうんですかね、人生の中で今どういうふうな、ところに自分があって、他人との比べ方っていうのはどれぐらい自分はやってるんかとかに気づいてもらいたいということなんですね。で、昨日も確かね、福島さんとの話の中でもあったと思うんですけど、自分が成長するために、例えば自分がここにおったとして、自分よりかレベルの低い人にフォーカスするか、自分よりかすごくレベルの高い人にフォーカスするかっていう、成長の仕方あるっていう話してたと思うんですね。で、僕もね、実はメイクアップアーティストに なりかけの頃っていうのは、もう上見たらきりない、パリコレ行ったりとかいろんな人がいてる。そうすると、そういう人の中で自分がこのメイクの仕事をしていこうとなってくると、普通に考えたらね、もうレベル的にめちゃくちゃ低いんですよ。もう最下位なんですよね。で、最下位だけども、ここで上を見てもう自分ってあかんわって思ってしまったら、こう自己肯定感が低いから、何にもチャレンジする気にもなりませんよね。で、ここでね、僕は何を考えたかというと、俯瞰するということなんですよ。ここに、まあ、要は美容業界というのはたくさんあって、トップアーティストがあって、僕はまあ成り立ての頃のこのメイクをやりかけの頃ね、そして若いのにもうメイクを10年ほどやってるような人らもいてるわけです、先輩として。で、ここに比較をしていくと、自己肯定感って普通に比較していくとまだまだあかんなって下がるんですけど、自分にどういうふうに思ったかというと、今までやってきた自分の経験値は、美容はやってないけども、いろんなところで、例えば飲食業界でもやってきたし、自動車学校の教員もやってきたしということで、いろんな人生の経験はやってきたなと、それは間違いないわなということで、自分にプラスの要素を自分に問いかけるんですよ。だから今はたまたま経験値が少ないからレベルは低いけども、努力していけばいずれこの人たちに近づいていけるやろし、もしかしたら自分の切り口で違うものを作れるんじゃないかというふうにしてやってきた結果が今あるわけですね。だからこの美容業界ではまだまだ後発で20年近い、ね、小林照子先生がもう66年やってるわけですよ。そういう方々にも一緒にですね、こういう理事の協会に入らせていただけるようなところまで来て、自分の中ではコミュニケーションメイクという一つのちょっと違うメイクのジャンルを作ったわけですね。だからそこへ行くまでっていうのは、まさしくね、自己肯定感が低かったことももちろんあるんですよ。自己肯定感が低いっていうかな、その時はその自己肯定感とかってそんなこと思ってないんだけど、要はその自分が情けなくなるとかね、自分って何にもできやんなっていう気持ちはもうもちろんあるんですよ。だからそれがもうあって当然でですね、このメッセージもありましたけど、常にポジティブに持っていく秘訣コツってありますかっていうのはありました、書いてくれてましたけど、まずないです。それをまずないと思ってください。
常にポジティブで常に自己肯定感を持ち続けてバーンとね、あの高速道路を120キロでバーンと走っていくようなそういう人がおったらどっかであのクラッシュしますよ。もう本当にあの それほどですね、そんなに強くないですね、誰しもね。だからこそ、自分一人でそういうあのポジティブに、あり続けるとか、こういうコツっていうのはなかなか自分一人ではね難しいと思います。でだからこそよく言われるのが環境を変えるってことがすごく大事っていうね、いうことを言われますね。例えばそういうちょっとこうポジティブ、自分よりかちょっとポジティブな人とか、自分よりかなんかこう、自分に持ってないものを持ってる人と一緒に時間を共有するとか、もうそれだけでですね、それがこう自分の中に入ってくるわけですね、勝手にね。そしたらなんか自然とできるようになったとか、例えば、話の言葉 の選択肢っていうのが、まあ、あのポジティブな人と一緒におったら勝手にそうなっていきますよね。昔ね言われましたよ、お金がないという言葉は悪魔の言葉って言ってね、友達がね、まあ、そういう友達との出会いもあって、僕はお金ないお金ないって言ってるようなことを自然に言ってたことあるんですね。でこれ言霊っていう話もよくありますけど、要は言葉のチェンジ、言葉を変える、これも、自己肯定感を高めるということになったりしますんで、あの本当に言葉 を変えていくっていう細かいことでも大事だと思いますね。自己肯定感低くなって得るということを気づいているということは、自分を上げるということができるということです。まだね、 そこにまず褒めてあげてくださいということです。まあ、ネガティブに捉えられるようなことが起こったときに、常にちょっと言葉を変換して、よくそういうあのセミナーなんかでね、言葉変換っていうのをよくやったりします。だからちょっと書き出してみてですね、なんで自分が今ネガティブになってるかっていうことを、こう書いていくっていうのもすごく大事ということになりますね。書き出すとか、あの表にね書き出すとかね、言ってみるとかね。だから人に言うっていうのもこれ大事ですね、ある程度ね、まあ、友達とかにね、そういう気持ちを吐き出してみる。はい。で今も言いましたけど、後ろ向きな言葉を肯定的な言葉に変換してみるというね、こういうことも大事かと思います。あの例えば自分の感情とか思いが出てきた時に、それを、最優先してください。何かしたいことがあったというかね、それが普通人を気にしたりとかですね、なんか自分は今までこんなやってきて、本当はやりたいんだけど、なんかこうあの一歩踏み出せないっていうね、こういうことがあると思いますが、極力自分のやりたいこと、今やりたいこととか感じてることを優先してやっていく。美味しいもの食べたかったら食べに行くとかね、まあ、分かりますかね。まあ、僕であれば趣味のことをしたいと思ったら、それを最優先に考えてしまう。まあ、それもあの遊んでばっかりしたらあかんか分かりませんけど、でもそういうのも一つのね、自己肯定感を高めるということにもつながっていきます。はい。我慢をしないということですね。まあ、まとめに帰りますけども、自己肯定感が高い人は自分の強みも弱みも受け入れた上で自分を認め、主体性を持って前向きに行動しています。急に意識を変えることは難しいかもしれませんが、まずは現状を振り返りながら少しずつでも自分を認め受け入れてみましょうと。僕はこれをメイクの力とか美容の力で自己肯定感を高める、それも勝手に高めていく方法というのが、実はメイクを毎朝する時のね、まあ、潜在意識にアプローチするというのはそういうことで、意識をあまり、せずに自然と自分の顔を大切にしていけば、勝手に自分が慈しんでいくとですね、勝手に自分のことがね好きになっていくっていうね、まあ、そういうことなんですよ。だからそれをまず、まあ、小林照子先生も言われますけども、あの脳に一番近い顔というものを大切にする、顔の皮膚を大切にする、メイクを大切にする、で違ったメイクをやってみる、まあ、そういうことをどんどんこう繰り返しやっていくうちに、あの出会う人も変われば、そして、環境も変わっていきますよね。まあ、あの僕 その受講生の方っていうのは、いろんなまた受講生の方とこう出会いがありますから、それによってまた違う刺激を求められますよね。まあ、そんな風にして、あのまずですね、僕はこのメイクアップの方でその自己肯定感を高めるために、こういう講座をしたりですね、こういう本を出したりしたわけでございますから、ぜひ頑張ってもらいたいなと思います。だから僕があのここに第4章で書いたことっていうのは、素晴らしいあのご縁をいただいた女性、本当に理想の女性っていう、僕の中ではですよ、僕が個人的に好きな女性、本当にこういう人っていいよねって思う女性のことを書いたわけです。だからいくらお金があって、いくらその成功してても、人を
まあ、あの下に見下したりとか人を大切にできない人っていうのは僕は本来今言った自己肯定感の低い人っていうふうに思ってしまうんですよ。だから自己肯定感の高い人っていうのは本当にあの分け隔たりなく 女性であろうとか男性であろうとか年下とかあの年上とか関係なくね、一人の人間としてすごく尊重して対応してくれてるっていうのが非常にですね、思います。だからこそその素直っていうのが出てくるんでしょうね。だからこの人から何か吸収するところがないかろうっていうふうにして常にね、あのそういう人っていうのはやっぱり学びというものを考えているわけです。自分にないものを学んでいこうというね、まあ、そういうのがこの第4章に書いたところです。でやっぱりこうあの学んでいく姿勢のある人っていうのは、まあ、イチロー選手でもそうだし大谷翔平さんでもそうですよね。やっぱりあんだけの結果を出してても、ね、ゴミを拾ったり、あんだけの結果を出しててもやっぱりきっちりとですね自分のバランスを取りながら練習の仕方を考えてですね、やっぱりレッスンをしてるわけですね。プロでこそレッスンをしてる、まあ、そういう部分でやっぱり、ね、いくつになっても学びながらコツコツと、学習をしてそれを努力して、形にしていくっていうのは大事じゃないかなと思いますね。はい。